次に大塚光雄議員の質問を許可します。大塚議員。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。まず最初に枚方市駅周辺再整備について伺います。枚方消防署と大阪府枚方警察署の施設再整備については、先日開催をされました枚方市駅周辺再整備及び新庁舎整備の状況に関する全員協議会における質疑で少し触れさせていただきました。しかし時間の関係で枚方市駅周辺再整備の区域外とされ、何らの協議検討もされていないという答弁をいただいてだけで終わってしまいました。地震、台風、水害、火災への対応や治安維持、犯罪防止など、市民が安全安心に暮らすためにこの2つの行政組織が果たす役割は極めて大きく、課題をほったらかにしておくこと、50年、100年どころか、10年後にはたちまち頭を抱える事態になります。そこで今回は少し掘り下げて質問させていただきます。1つ目は枚方消防署についてです。本市における消防行政は、寝屋川市とともに設けた一部事務組合である枚方寝屋川消防組合が担っており、議決機関としての消防機会もあることですので、枚方市としてお答えいただけることをお尋ねしたいと思います。最初に枚方消防署の現況について、敷地面積、建築面積、築年数などともに施設機能面で抱えている課題についてお尋ねをします。2つ目は大阪府枚方警察署についてです。警察行政は大阪府の管轄ですが、市民にとって地域にとって極めて重要な行政組織であり、枚方市として無関心でいることはできません。近年管轄区域の 広かった枚方警察署を二所体制に分割してもらう際には、市を挙げて取り組みを進めた経過があります。そこで最初に大阪府枚方警察署の現況について、敷地面積、建築面積、築年数などともに施設機能面で抱えている課題、また大阪府内の警察署の中で施設の老朽化はどの程度の位置にあるのかお尋ねをします。3つ目は新庁舎の維持です。先日の全員協議会で市が示された新庁舎の位置は、あくまでも丸子を外区にするというものだったように思います。この質問につきましては、そのことの善意についてではなく、次のことだけを伺います。これまでの議会においても幾度か指摘をしてきましたが、庁舎の位置をどこに定めるかは市にとって重要な課題であるからこそ、移転する場合条例でこれを定めなければなりません。それも3分の2の賛成が必要な事項とされています。市が勝手に現行庁舎と異なる位置に新しい庁舎を建設する計画を策定しても、議会の議決を得なければ全くの時間の無駄となります。新庁舎建設のプロセスの中で議会手続きをいつどのような形で確認されるのかお尋ねをします。次に幼児保育園の廃園に伴う跡地利用についてお尋ねをします。現在整備が進められている児童発達支援センターのオープンに伴い、三ツ谷町にある幼児保育園が来年3月末をもって廃園されることになります。役割を終える幼児保育園の建物の再活用について、地元自治会や枚方市区地区まちづくり協議会、観光関係団体は連名で、枚方市区の歴史文化の発信拠点や交流促進施設としての再利用、広く市民に開放することを要望されておられます。この場所は枚方市区の本陣があった場所ですから、この場所にふさわしい活用をしていくべきだと考えますが、跡地利用に関する市の考え方と
スケジュールについて伺います。次に、指定管理者制度の運用についてお尋ねをします。平成15年の地方自治法改正によって、それまでの管理委託制度に代わる公の施設の新たな管理運営制度として、指定管理者制度が創設をされ、15年が経ちました。本市においても指定管理案件は増加を続けていますが、6月議会の文教常任委員会で付託をされた枚方一律総合スポーツセンター条例等の一部改正についての審議の中で、現れていたように、何か大きな勘違いがされているのかというふうに思います。市民の願いは、それぞれの施設で優れた管理運営が行えることで、安値競争が行われたり、利用料金制の中で利用者負担が高く設定して併用される指定管理料を安くする提案をする事業者が選ばれたりすることを望んではいないというふうに思います。そこでまず指定管理者制度の導入によって何を目指すのか、また競争性の確保の重要性が言われていますが、何のための競争を期待しているのかお尋ねをします。次に会計年度任用職についてお尋ねをします。地方公務員法及び地方自治法の一部改正がされ、一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度が明確をされ、期末手当の支給も可能となるよう規定が整備されました。振り返ってみますと、本市では特別職に当たらない留守家庭児童会指導員などの一般職非常勤職員に対するさまざまな条例上の処遇規定が法律の規定に反するとして、ないがしろにし、処遇悪化を重ねてきたのがこの間の歴史だというふうに思っています。しかし、雇用の多様化が進められる中で、労働者性を有する一般職非常勤職員に対する処遇改善を図らなければ、人手不足が進む状況の中で、必要人員は決して確保されません。現に市役所からの求人は選ばれなくなっているのではないでしょうか。そこで一般職の会計年度任用職員に該当すると考えられる職種はどのようなもので、現在の求人と確保はどのような状況かお尋ねをします。以上で1回目の質問を終わります。石田市民安全部長。はい、1、枚方市駅周辺再整備についてのうち、括弧1、枚方家消防署についてお答えいたします。枚方消防署は昭和46年1月に建設され、築後47年が経過しております。敷地面積は 2099.5 平方メートル、建築面積は587平方メートルで、鉄筋コンクリート造、地上5階建てで、延べ床面積は 2468.9 平方メートルでございます。建物の耐震性能につきましては、平成19年に耐震工事を実施し、必要な耐震性は確保しておりますが、国土交通省が目標としている消防庁舎の性能基準値には至っていないため、今後、その目標とされている耐震性能を確保することが大きな課題となっております。また、訓練棟やプールなどの訓練施設がないことも検討課題の一つとなっております。次に、括弧に大阪府枚方警察署についてお答えいたします。枚方警察署の敷地面積は 4820.01 平方メートル、施設合計の建築面積は 1449.57 平方メートルで、昭和55年に建設されておりますので、築年数は38年になります。また、施設は平成26年9月に耐震化をされております。なお、施設の機能面や老朽化で抱えている課題等につきましては、本市といたしましては把握しておりません。二見市駅周辺と活性化推進部長。括弧3、新庁舎の位置についてお答えします。新庁舎整備については、まず本市が目指す理念や機能をはじめ、市役所の位置に関する条例改正なども含め、庁舎建設のプロセスなどをまとめた枚方市
新庁舎整備基本構想の策定に向けて検討を進めているところでございまして、まあ、今後も適宜機関への説明に進めてまいります。杉浦子ども青少年部長。次に、失礼しました。次に幼児保育園の廃園に伴う跡地活用についてお答えいたします。幼児保育園移転後の跡地活用につきましては、現在町内委員会であります公共施設マネジメント推進委員会におきまして検討を行っているところでございまして、今年度内に一定の結論を得たいと考えております。佐藤理事。はい、3、指定管理者制度の運用についてお答えいたします。指定管理者制度は民間事業者が有する専門知識や経営資源を公の施設の管理運営に活用することで、経費縮減を図りながらも行政サービスの質の一層の向上を図ることを目的として導入しているものでございます。また事業者の選定にあたりましても、利用料金制の採用など事業者のインセンティブを確保しながら、その裁量の範囲内で事業者のノウハウを生かした創意工夫により、より優れた管理運営が期待できるものと考えており、競争性の確保により複数の民間事業者から幅広い提案を受け、その中からより優れた事業者を選定することで施設におけるサービスの最大化が図られるものと考えております。水野総務部長。4、会計年度任用職員についてお答えいたします。会計年度任用職員につきましては、施設管理員や別家庭児童会室の指導員などの一般職非常勤職員や臨時職員が担っている職、また特別職非常勤職員のうち労働者性が高い職が該当し、改正法の施行に合わせ移行する必要があるものと考えております。次に現在の求人等確保につきましては、市民サービスの低下を招くことのないよう配属先の要望を組みながら求人採用活動に鋭意取り組んでいるところではございますが、勤務形態が変則的な職、また多くの人員が必要な職など、一部の職種では人員確保が困難になっている状況でございます。大塚議員。それぞれご答弁ありがとうございます。それでは2回目以降の質問をさせていただきます。まず枚方消防署についてです。平成28年2月に枚方寝屋川消防組合本部が新町に建て替えをし、新庁舎へ全面移転したことで、古い枚方消防署のことが取り残されてしまったような感じがするのですが、枚方消防署として抱えている課題については何も変わらないわけで、特に消防署が目標となる耐震性能を確保できないというのは大変大きな問題だというふうに思っています。伏見市長は消防組合の管理者であるわけですから、知らなかったでは済まされません。今伺った課題を解決するには当然建て替えが必要になると思いますが、建て替えに関することはどのような状態にあるのかでしょうか。また枚方消防署の建て替えについての計画策定や財政負担、また実施判断は一部事務組合の中でどのようなルールで進められるか伺います。石田部長。枚方消防署の建て替えにつきましては、枚方寝屋川消防組合におきまして、第4次将来構想計画期間中の平成32年度までに消防署として必要な機能を整理するとともに、本年8月に同消防組合で策定いたしました公共施設総合管理計画に基づき、今後具体的な計画となる個別施設計画を策定していく予定としております。また建て替えに要する経費につきましては、当該消防署の所在市となる本市が負担することとなっております。大塚議員。昭和32年、失礼しました、平成32年までに消防署としての必要な機能を整備するということなんですけれども、少しちょっとのんびりした動きではないかというふうに思います。枚方消防署の建て替えについては、枚方市が財政負担をするわけですから、枚方市の姿勢や判断が重要で、新庁舎整備と合わせて枚方市駅周辺再整備の中で枚方消防署の建て替えをもしっかり位置づけることが当然必要だと私は思います。先日の全員協議会では
丸四街区エリアに56階建て約700戸と30階建て約300戸の2つのタワーマンションの整備が構想をされていました。こうした高層ビル56階建てともなると超高層といえるかもしれませんが、こういった住宅などを含む市街地開発が行えた場合の必要消防力に関する協議は行われたのか、その内容はどのようなものだったかお尋ねをします。二見部長。現時点におきましては枚方消防署とは具体的な協議は行っていませんが、今後事業化を図る際には各種法令に基づく防火対策など協議を行っていく必要があると認識しております。大塚議員。はい、大変答弁をいただきまして驚くばかりでございます。そういったね、いわゆる策定をする案を出せるならば、そういうふうな、いわゆる市民の安心安全な、そういうようなことを保障していく、その協議もされていないということなんですね。具体的にではですね、一般的にはしご車の届くのは大体30メーター、6階ぐらいまでと言われています。超高層マンションは火事になっても消防車のはしごは届きません。消防用のホースも届きません。ですから、一旦火事になれば、頼りになるのは室内のスプリンクラーと防火防炎扉だけになります。逆に言うと、出火防止対策や火災防止対策に頼り切っているというのが現状だというふうに思います。例えば、地震と火災という複合災害になったときなどに、さまざまなトラブルによって、それが有効に機能しなければ、消火活動や救助活動は極めて困難なものとなります。例えば、屋上ヘリポートに救助に行ったり、消火剤を撒いたりするヘリコプターを、枚方根屋が消防組合は持てますか。到底無理だというふうに思います。それでは、消防としては何の準備もしないというわけには、いかないというのが現状だというふうに思います。今、答弁でおっしゃいました、事業化を図る際に各種法令に基づく協議を行うと答弁をされました。それは当たり前のことではなくて、市が構想を策定して、新しい市街地開発を進めようとするなら、それに伴って枚方消防署が備えるべき消防力や消防体制をどうするのか、このことは検討は行われていなければ無責任だというふうに思います。とりあえず枚方消防署の建て替えについて、枚方市としての判断と方向性をどのようにお考えになっているのか、これは市長にお尋ねをします。伏見市長。枚方消防署の建て替えにつきましては、財政面や必要となる機能の整理など、さまざまな課題がありますが、枚方根屋が消防組合として、第4次将来構想計画の中で、移転を含め、整備を検討することとしているところでございます。大塚議員。ありがとうございます。先ほど申し上げました、いわゆる丸4号工区ですね、超高層の、マンションとかいうのが建てられる、その前提となるような安全安心なまちづくりというふうなことが、今言いましたような消防力も含めて検討されてなければならないというふうに私は思うんですよ。そういう中からしますと、先だって、伏見市長がいわゆるこの案について、ウキウキするまちづくりというふうにおっしゃいました。今私考えますのは例えば枚方消防署の関係だけで見ますと、大変本当にハラハラするような、そういう街づくりになるのではないかというふうに心配をするわけですね。そのことも少し頭に入れていただきたいというふうに思います。次に、大阪府の枚方警察についての2回目の質問をさせていただきます。枚方市として枚方警察署が機能面で老朽化で抱えている課題を
把握していないということですが、まあ、意見交換すらされていないということで、枚方警察署が狭くて、すべての部署が収まっていないことなど、問題点がいろいろと私には聞こえてきます。先日、大阪府富田林警察署を脱走した容疑者がようやく逮捕されたというニュースがありましたが、警察署の施設や体制の不備がいかに大きな社会的課題を、影響を与えるかということは、もっと真面目に受け止める必要があると思います。では、大阪府警察署の建て替えに対して、どのような考え方を持っておられるか、お尋ねをします。石田部長。はい。大阪府警察施設類型別計画の警察署編によりますと、平成28年4月1日現在、警察署は府内に65署設置されております。そのうち築40年を経過している警察署は17署、30年を経過している警察署は36署あり、老朽化と共愛化の度合いにより順次建て替えることとしておられますが、現時点で枚方警察署の建て替えは未定ということでございます。大塚議員。今お聞きをいたしますと、枚方警察署は大阪府内でも、まあ、古い施設の方になっているというふうに思います。現時点で建て替えは未定ということですので、何も動かなければほったらかしにされかねません。枚方警察署の建て替えについて、例えば枚方市選出の大阪府議会議員の皆さんとともにですね、連携をし、大阪府に対して働きかけや協議を求めていく考えはないのか、これも市長にお尋ねをいたします。伏見市長。先ほど市民安全部長がお答えいたしましたとおり、大阪府において建て替え計画がないことや、枚方警察署を枚方市駅周辺再整備基本計画草案の対象区域に含めていないことから、現時点において大阪府に対して施設の建て替えについての協議を求めていく予定はありません。なお、枚方市駅周辺再整備に係る情報については適宜提供していきたいと考えております。大塚議員。最後にね、適宜情報を入れていただくということなんですけれども、先ほどの消防行政、それから今回の今聞きました警察行政、これについてですね、あまり関心が示されていないというふうに感じるわけですね。今、例えばですね、皆さん方おっしゃる市民生活に不可欠な市駅周辺再整備というふうな位置づけもされているわけですね。そうしますと、市民の生活に一番大切な、もちろん、枚方市の庁舎も含めてですけれども、庁舎、警察署、消防、これはね、市民にとって一番重要な施設だというふうに思うんですよ。で、簡単にですね、再整備ビジョンの中で区域が外れている警察と消防、何も遠くに外れているわけではないんですね。隣接をしているわけです。そのことを全くね、関心も示されない、協議もされない、そういうことが枚方市の中心のこの駅前を再整備をされるときにね、全くそのことを考えておられないということが、もう私は信じられないんですね。本当にそうではないというふうに信じたいんですけども、どうもなんか、その辺がですね、ちょっと私にはあまりこう理解の得るとかいうそういう問題なくて、何を考えておられるのかなということがあるわけです。まあ、これはまた後で言いますけれども、それでは3つ目の新庁舎の位置について、もうこれはこれ以上質問しませんけれども、ただ行政だけで勝手に進めてもね、議会の議決を得なければならない庁舎の位置は変えられない、このことだけはしっかりと認識をしていただきたいというふうに思います。先ほどの谷部長の方からありましたけれども、もう一つ、どういうふうに対応されるのか分かりません。議会のですね、雰囲気が、もうほぼこれで賛成得られるな、その時まで説明もし、そ
そういうことで費やされるかというふうに思いますけど、それはいつなんだということなんですね。そういうことで、やっぱりこの議会の3分の2を得なければならないというのが前提である以上ね、大変万が一ですね、いろいろ進められて得られない場合はどうするんだというね、そういうことにもなってくるわけです。ですからそのことはこの時点できっちりと認識をしていただきたいというふうに私は思います。それからですね、若干の新駅前再整備について少し述べさせていただきますけども、これ以前に私もこう言うた覚えがあるんですけども、私のですね、小さい頃には枚方市のにぎわいの中心はやっぱり枚方公園だったんですね。枚方公園周辺ではご存知のように枚方パークとか鍵屋さん、映画館、それから大きな料理旅館もありました。今でいうヘルスセンターの、ヘルスセンター的な枚方温泉です。それで大変大いに賑わっていたが枚方公園です。その頃の現在の枚方市駅周辺はどんなんだかと言いますと、閑散としていたというのが現状です。駅の名前もですね、枚方市駅、この今の枚方市駅は枚方東口駅です。枚方公園駅が枚方駅というふうに呼ばれていました。それがですね、なぜ枚方市駅この周辺が発展をしたかといいますと、昭和37年に市役所本館が出来上がりました。当然ここの場所なんですけども、以前は枚方公園、岡東公園の中にあったんですけど、それを移設をしてこの場所に移ってきたということですね。それから昭和47年内に、中部土地区画整理事業で、公的機関ですねのほとんどをこの周辺に誘致をしたということです。それから、税務署、郵便局、それから北海道民センター、検察庁、裁判所、そういったものをですね、この中部区画整理事業の中で、そこに来ていただいたと。最後にはですね、淀川のたもとにあった枚方警察をこの場所に来ていただいたということですね。これはですね、この周辺を観光地を呼ぶことによってやっぱり発展していくだろうという枚方市役所当時の職員の皆さんの素晴らしい、そう30年50年後の先を読んだ、そういうふうな知恵の結集だというふうに私は思っています。ですからそういう中でこの枚方市駅周辺が発展してきたということは、もうこれはもう歴史が証明をしているわけですね。ですからこの今市駅サイエンスもう一度やれるということですから、本当にそういう経過の中にやっぱりこの土地が、まあ、枚方公園に大変申し訳ないんですけども、発展してきたということなんですね。そういうことを考えますと、枚方市に働く行政マンがですね、やっぱり50年後先を見ていたということなんですね。ですから今3人の副市長さんおられます。行政経験も豊かです。おたくらの先輩がですね、そういうふうな枚方市の将来を描いてきたということを十分にこう認識をしていただきたいというふうに思うんですよ。もう端的に言いますけども、この枚方市役所、岡東公園、それから大ホール、これは枚方市民の大きな財産です。その財産をですね、勝手に動かすということではないですけども、将来見通した形で皆さん方が十分に判断をしていただきたい。それがですね、行政に携わる職員だというふうに思います。ですから、今後ともですね、この枚方市駅周辺を再整備するときには、市民にとってどういうふうなことが一番望まれているのかということです。確かに伏見市長がおっしゃいました、ここのね、ウキウキするような枚方市駅周辺というふうにおっしゃいました。もちろん今までから言われてます。枚方市の玄関口というようなことを言われてます。どこの家でもそうなんですけどもね、玄関につきますとですね、ウキウキはしないんですよ。ホッとするんですよ、やっぱりね。それが玄関です。そういうふうな思いも含めてね、もう一度本当に考えていただけないなというふうに思ってます。もちろん3人の副市長さんには期待しますと同時に富士見市長にも期待をしますので、再度そういうことも含めてですね、考えていただきたいなというのが
私の新米再整備についての思いですので、大変申し訳ないですけども、そういうことも頭に入れていただいて、お願いをしたいというふうに思います。何回申し上げますけども、先ほど、枚方警察と、それから消防の敷地面積をお伺いしました。これだけの面積をですね、今後、今のビジョンの中でどういう計画を出されようと、どこにあるんだということですね。警察も含め、消防も含めて、そのこの敷地面積をどのように確保していくかということが大きな課題になってきます。警察も消防も一日も休むことができません。そういうことも十分に分かっておられるように思います。そのことも含めて、今後、もう一度ですね、基本計画を、来年3月末ですか、末までに作られるということですけれども、十分そのことも含めてですね、考えていただきたいというふうに思います。アドバイザーの意見を聞くのもよろしいですけれども、最後に決断するのは、枚方市の行政の皆さん方が決断をされるんですから、自信を持って決断をしていただきたいということだけ述べさせていただきます。それでは次にですね、幼児保育園の廃園に伴う跡地利用ですけれども、これはですね、もうすでに要望書も出されております。そしてですね、これだけは言っておきたいんですけれども、幼児保育園が建設をされるとき、地元の皆さん、大変な協力をいただきました。それから以降、運営についても、地元の皆さんの協力もいただいてます。そしてまた今、今日ですね、例えば、その中にですね、名誉市民であった森重久弥さんの記念するような、そういう資料的なですね、展示もしていただければなというふうに言われております。森重さんが幼少の頃近くに住んでおられたという縁もございますので、そういうことも含めて、今、地元ではそういう方が語られています。そういうことを踏まえましてですね、ぜひ、できるだけ実現する、地元の要望が実現しますように、検討をしていただきたいということだけ要望しております。次に、指定管理者の制度について2回目の質問をさせていただきます。民間のノウハウを生かして優れた施設管理の実現を目指して、そのためにたくさんの事業者から選びたいというのは行政側の願望としては理解ができます。しかし大切なことは、先頭の時はそれなりの提案をして評価されたけれど、仕事を始めたら結局それまでとは大差がない、そんな案件が増えているのではありませんか。民間であろうと公共であろうと、優れたサービスを提供しようとすればコストがかかります。まして人材難の時代ですから、優れた人材を確保しようとすればそれなりの処遇が必要です。処遇が良ければ優れた人材というとそれは分かりませんが、優れた人材を悪い処遇で確保し続けることは不可能です。サービス向上のための資機材の調達も必要です。そこでお尋ねをしますが、市はこの間指定管理料の削減効果ばかりをアピールしているように見えますが、こんな優れた施設の管理運営が実現したと胸を張って言える実績はどのような案件があるのかお伺いをします。佐藤理事。指定管理者の管理運営の実績につきましては、障害学習市民センター図書館において、図書館の開館時間の延長や、これまで休館日としていた月曜日の開館を行うなど、市民の利便性の向上が図られたとともに、指定管理者からの提案により、火葬場では遺族感情に配慮したプライベート空間の設定や、キッズスペースの設置、都市公園有料施設では、プロサッカー選手を招いたサッカー教室の開催、その他の施設におきましても、施設の設置目的に応じた多彩な講座の開催や、新電力を活用した管理経費の縮減など、民間事業者が有するノウハウを活用した管理運営が行われております。今後におきましても、民間事業者の創意工夫による管理運営がなされるよう、引き続き指定管理制度の適切な運用を行ってまいります。大塚議員。はい、ありがとうございます。胸を張っている実績がですね、図書館と火葬場、そして都市公園有料施設ということです。ただ都市公園有料施設の指定管理者は体育協会、と違いましたか。体育協会は
民間企業ではないというふうに思いますけど、民間事業者に対してね、決して万能ではないし、まあ、人員不足の時代になると、コストが安いわけでもなくなってきます。それぞれの施設性格によって、どのような管理運営の形が適切なのか、コストを削ることだけを考えるのではなく、市民のためになる姿を目指していただくよう、強く要望をしておきます。次に、会計年度任用職員について2回目の質問をさせていただきます。会計年度任用職員制度は決して満点のせいではないと思いますが、地方公務員の労働実態にようやく法律が追いついてきたものと私は考えています。そこで平成32年4月の施行に向けて、今後どのような姿勢で職員団体との交渉に臨み、制度構築をしていくのか、考え方を伺います。水野部長。会計年度任用職員の制度導入にあたりましては、改正法の趣旨を踏まえますとともに、本市財政への影響を鑑み、制度を設計していく必要がございます。つきましては、提携業務などにおきましては、IT 化による効率化の推進や委託化なども検討いたしますとともに、これまでの職の整理も図りつつ、総人件費の増額につながらないよう、十分留意していく必要があるものと考えているところでございます。一方で、人材確保が困難となっている一部の職につきましては、限りある財源の中で、市政運営を円滑に進めるために、必要な人材確保ができる制度の構築に向けまして、引き続き労使間でしっかりと協議を重ねてまいりたいと考えております。大塚議員。はい、ありがとうございます。会計年度職員制度はですね、法律の改正に伴い、全国の自治体で導入されていくこととなりますが、既存の非常勤職員や臨時的任用職員の職の在り方をどのように整理していくかは、当然、自治体ごとの裁量に委ねられていることと思います。1回目の質問で、現在の求人と確保を伺いましたが、本市においても、留守家庭児童会室などの一部の職場においては、人材確保が困難になっているというような状況も聞いております。そのような課題を解決する上で、会計年度任用職員制度の導入が、本市で働く職員にとって、処遇面や働きやすさなどの面で、より良い制度となるよう、十分な検討の上、制度を構築するよう要望しておきたいというふうに思います。これで質問を終わります。ありがとうございました。これにて、大塚光雄議員の質問を終結します。